ビディングアメリカを新井裕之です。まとめましたです。手ぶれ祭りです。お願いします。今週の注目アニメでございます。はい、お願いします。さあ、こちらの3つです。じゃじゃん、正解する角、アレストクラ、あ、増録クラ、レクリエイターズの以上3作品です。はい、今回加谷さんがいないため3作品でございます。はい、そしてこちらの放送は大河写真館アットアキブプレスの媒介なくさよりお送りいたします。いいです。ということで、じゃあ行きましょう。正解する角の人、いや、はい、小林さんどうぞ。みんな正解してる？正解してるよ。失敗してます。大正解だよ。人生失敗ばかり。さ、正解する欲しいよ。正解するカード、はい、ちょっとまあ正解という謎のタイトルの部分にもちょっと触れる話にもなってきたのかなと、はい、いうですね、はい、今回ついにそのカードの中から出てきた謎の、うん、なんか変な名前の男を、はい、いや、ハック・ザ・ゲスラーみたいな名前の男と、日本人代表、うん、実質人類代表との会談が、うん、できましたよという話ですね。はい、そしてその口から異次元というか、うん、異邦という名前が一番正しいらしいですね。高次元だと次元のこう重なってった何次元何次元、うん、3次元4次元で重なってた上だけど、とは全く違うルールってことなんですよね。別のルールのところから、宇宙の外という、ね、というところから来た謎の存在ではあるんだよ、私たちは、と、あなただからすれば別の存在だという自己紹介をしつつ、何しに来たんだと、うん、たらでですね、謎のまるでビー玉みたいな2個出しまして、ね、急になんか駄菓子屋かなみたいな、うん、と思ったら、ワムって言うんですか、これ、うん、これ2個に見えるでしょ、うん、ね、赤と青のやつ2個見えるでしょ、これ1個なんです。ん、2個あるけど1個、これは1個です、うん、2個で1個ってこと。これはあなた方から見ればこの宇宙のルールに従ったらなんか2個みたいになっちゃうけど1個です、うん、え、金玉みたいなこと？そう。どういうこと？合ってた。そう。で、これに例えば電球のあの赤と緑の線がついてる電球をさってくっつけたら、はい、めっちゃ光ります。めっちゃ光りましたね。ってことはこれ電？電を。で、どれぐらい電池？そうそう。まあどれぐらい使えるかって言ったら、あなた方のルールというか言葉の感覚にできる限り、うん、多少違うとまあなるけど。今は無限って言った瞬間に世の中がざわつき始めると。そうですね、エネルギー問題がもう外部から、宇宙の外部から無限のエネルギーを簡単に手に入れてしまったと、うん、もうエネルギー問題、そもそもで言えば物理法則、質量保存の法則とか、いろんなものがもうむちゃくちゃになる存在が突如現れてしまったと、ね、いろんな問題が解決すると、いろいろ進捗もするし、いやで、これをあなた方に享受しに来ましたと。それはとんでもないですよ。もう目的を話したとも言えるし、はい、その目的がさらにわからないという、うん、で、なんでここに来たかっていうのも、なんかその地域、まあ、日本が、うん、一番、まあ、なんて分かりやすく言うと豊かであると、分け与える感覚というのが一番、ね、パンで例えてくれてましたけど、優しさっていう言葉もあ、どんな表現があってか分かるんですけどね、分け与えるとか、もうこういうこと、みんなが分け与えられるような状況じゃなければパンを分け与えたりすることもできないと、分け与えるっていう感覚、共有するっていう感覚が一番なんとなく分かるのがここだったと。そうですね、うん、うん、ただ難しいですけどね。そう、全然実際あんなエネルギーの塊を突如日本でポンともらうわけですよね。次回僕でもちょっと出てましたね。日本がそれを独占状態にあるのはどうなんだって各国が言い始めてるのはなんだろうっていう話ですね。世界の国同士の話というか、どうなるんだという。そうですね、まあ、ある意味その謎の物体が来て中の人がどうなってるんだとか、そこら辺の問題が一旦の解決ではないものの、一旦安心していいのかなっていう状況になったものですね。害を与えようとしてないなっていう、あれは事故ですよ。飛行機飲み込んじゃったのは、たまたまいたんだよ。で、侵略とかじゃ今のところまあなさそうですと。ワムをあげます。うん、おお、無限のエネルギー。で、人間は進歩するということらしいので、うん、これをもってどうなるのかを観測しに来たのかな。いや、いろいろ目的がなんで進化させたいのかとかいう、ね、うん、進歩させたいのか何なのか。ね、未来人じゃねって言ってるような人ももっといましたけどね。自分最初そういうようないろんな予想もしてましたからね。うん、
その時空が違うとこから来たのかなと思ったら、そもそもの異次元というか全く別のとこから来て、謎のエネルギーの塊の物質をと、うんね、もちろんそれは無限って向こうが言い切ったけれど、実際それがどうかなってのは分からないし、使い切れないほどって表現よりも無限なんだ、使い続けられるぐらいという、うん、すごいね。いやー分かんないですね。大作ですね本当に、ね、途方もなくでかい話になってきて、うん、国同士が揉めてそれを見て夜白ザ・ザ・ス・ザ・シュバルツ・バーズ・サンが何て思うのか、なんかドイツ人みたいなが、どう思うのかみたいな部分もあったり、神道さんは間に立ってどうするのか、どう立ち回るのか、この1ヶ月間ですよね、うんうん、であの箱自体も、まあ、なんかの技術の塊なのだろう、変換器でもあると。そうですね。その別の次元というか、違法との、うん、向こうの世界とのね、ワープマシーンみたいな、うん、もう違う法則の場所と場所だから、うん、完全に変換してやってるんだと、デジタルとアナログを変換してるだけの何かみたいなことですね、うん、ね、まあ、目的がやっぱ分かんない、分かんないですけど、なんです、ね、来たのは、そう、なんで来たのかまでは実際分かんないけれど、なんとなく、うん、与えた、そして問題を起こす種をまいて来てしまったと。ねえ、ね、いやどうなんでしょうね、あれ問題提起っぽくて面白い、ね、そうだね、ちょっと社会問題にちょっと切り込む SF っていう形から切り込むのかな、面白い面白い、確かに、ね、媚びてくる国とか、もしくは武力で威圧してくる国とか、分け与えろっていうとこだったり、よこせっていう国も出てきたり、一夜で仲良くして、一夜だけで独身に独身しましょうよって言ってくる、もちろんそのね、ネゴシエーションもまたいい、そしてが、その言ってる通りだとすれば、これは分け与えるものとも捉えられるわけだよね、共有する、いっぱい出してきてましたもんね、そうそう、ザラ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 って出してきてしかもどうやって使うのかもまた難しいですよね。やっぱ2個で1個なのかな。いや、まあ、じゃなくてそのなんケーブルをだからコンセント的なのかエネルギー源としては使えるんですけど、うん、いきなりこうバンとそこで社会改革するのも無理じゃないですか、うんうんうん、どういう風に活用していくのか、うん、ただ発電所にもしかしたら置いてバンとやってインフラが整ってる国だったら全部それ賄えるのかもしれないけど、うん、もうただまあ普通の国だったら発電所も1個じゃないわけ、いや、うん、てかエネルギー問題がバンと解決したっつっても、うん、そしたらじゃあ今まで石油作ってるとこどうすんだよ俺たち、そうだね、おまま食い上げだよ、そうだバンとなっちゃうし、オイルマネーを持ってるところは困るんだよ、まあ、あんなもんもう潰してまえとか言う人も出てくるだろうし、確かにね、そのそっちの科学技術の研究の方で人手がめちゃめちゃいるようにもなるだろうし、なるだろうし、これで解決だぞいもういるし、うんうん、でまあそのネットワークもあるだろうしね、社会がかわいすぎたらもう戦争ですよね、うんうんいるだろうね、で力を手に入れちゃったら、うん、で今日本それを日本が独占してしまってる、ね、でもまあやっぱ日本選んだっていうのもあるんでしょうけど、何者じゃなさそうじゃないですか、総理が割とちゃんとしてそうでよかったね、あの雰囲気的にね、慎重に対応しようっていう、あの非常に小渕さん感のある、うん、総理懐かしい、あの日本の人たちは割かしいい人が多そうですよね、そうそうそう、飛行機の時も、ね、あの総理も総理もさっと判断するよね、自分でね、うん、もうこれはしょうがない、全部ばらまこ情報はっていうので ねちゃんといい判断ができる、今のところちゃんと正解を積み重ねてきた、ああいうフィクションであるその謎の無能政治家ではないのよ、そうですね、ただただ生きがってるやつだったり悪い考える人はあんまりね、そうなんだよね、あのなんかバカをあえて書いちゃうみたいな、マスコミも口悪いけどやってる行動はちゃんとしてるし、うん、そう間違ってない、ね、宇宙人かなって言ってたけど、もうわかんねえわっていう判断をしつつちゃんと仕事はしてるという、ね、もう謎の物理学者さんがどう出てくるかとか、そうだね、あ、ちょっとキャラ立ってるやつだね、あそこら辺ね、あいつはキャラ立ってるね、情勢も含め SF だね、そうだね、うん、ありえないもんね、そんな日本はね、面白そうですな、はい、続いてまいりましょうか、はい、じゃあ続いてがアリスと増録です、アリス、これね、第4話ですね、最新話が、超面白い、多分次で終わるね、終わりますね、うん、もう終わる、アリスと増録は終わったのかな、いやー、次回で終わるんですか、前回でアリスが、サナちゃん、サナちゃん、サナちゃんっていうのかね、トイレでラチ、結構荒めのラチをそれガムテープと、一旦トイレごとっていうやってで、まあなんか能力使えるように、でも寝ちゃうと危ないからちょっと意識混濁するぐらいの薬物投与され、うん、でガンガン心にね、ガンガンそうなんか、わーっていうぐらいの感じでやられ、なんだかんだって、まあ、魔法の力で増録を自分の元に呼び、うん、なんか呼び寄せて、うん、で、なんかまあ、一回足打たれて、うん、うる
っせーっつってもうサルちゃん撃たれるっていう結構引く、うん、女の子傷つくシーンにあんまないですよ、ね、そういうのね、あの年ぐらいの子がね普通に撃たれるあってなりで、まあ、増六が敵の方を説教してでなんだかんだあって、2人とも助かったというのが今週の話、まあまあ一応そうですね、うん、オビワン的な感じで出てきましたからね、なんか政府が、まあ、悪用かは2つの派閥に分かれてると、で片方は誘拐します、片方は助けますと、うん、そうそうそう、助ける側のかっこいいお姉さんが来てくれて、うん、助けてくれた、そう警察側の人が、そう警察側の能力者、うんうん、警察側にももう能力を把握して動いてる組織があると、なんか一部組織で、そう研究所は研究所で日米合同でやってるみたいな話してますね、ちょっとあのお金の匂いが強めな感じがあるとどうやら大企業なのかなっていうのを絡んでる雰囲気、能力をいろいろ利用しようとしたりするとか、まあ、あるんですけども、まあ、さらちゃんが人じゃないみたいな、そういう複雑なところもあるんですけど、とにかく増六がかっこいいってところを見てほしいんですよ、じいちゃん、じいちゃんがね、ほんと曲がったことが大綺麗な原田泰造さんはね懐かしいね、いいのよ、もうとにかくやっぱり説教で物事を解決するから相手にももうただただ道理を解くっていう、今回の敵の未亡人とかもね、はい、うん、ただただ道理を解いてるからな、いいな、もうお前はこんな女の子落ちてるね、お前が人だって言うのか、こんな人じゃないって言うけどお前はと思う、じゃあお前とそんな話じゃないで、もう相手は相手で言うけど、うん、なね、いやもうおじいちゃんかっこいい、いやもうその生きてきた長さで勝負するし、と経験とね年齢のね、まあでもそこが一番大事なんですよね、ね、人間力で勝負してくるからね、そうで、サナちゃんサナちゃんなんか夢を勝負する歌って夢の中で、あなたもいい教育者というか、うん、いい教えてくれる人に出会いなさいって言ったら、まあ増六のことを浮かんで、まあそこでそうそうそう呼び出すというか、うん、呼びつけるみたいな感じなんだけど、うんうん、そのなんか感じがね、超泣けるいい話になってるから、多分ね、次で終わるね、あ、もうそのエンディング前の一番大事なイベント一番いい話になってるから、うん、だって RPG だったらもう姫助けに来てんだもん、うん、で、助かったから、うん、そうもうラストバトルか、あとエンディングよ、ウィニングラン、そうですよ、逃げて終わるよ、みんなあのピンチに陥って、うん、ここからどうしようって時にオビワン・ケノービが来たから、うん、スターウォーズ終わりですよ、終わりだもうあとはもう、 もう流れてる流れてる、オビワンかユパ様くらいの感じで出てきたから、あの爆発する研究所をバックにバーンってしてバーン一番待たせたんだね、今週終わったから、ね、かっこいい、でもまあなんか話見てると、うん、要は赤の女王サナちゃんが一番強いから、うん、まあ緩くないから始祖というか、まあ、ね、そこが一番強いけど精神的にまだ未熟だから、うん、そこをどうにかしていこうっていうところに増力がかかってくる話なのかなちょっと思いましたね、まあね、今後はまあそれ言っちゃうとな、まあね、まあね、いろんな能力者、ま、成長を他の能力者っていうか、サナちゃんがいろんな情報を得てあの形を成してるというか、うん、そのトランプっていうのもなかなか決めますね、ねえ、まあ、いろいろ、まあ確かに謎生命体だからの正体は、うん、じゃあ意外と想像するよりも深く、うん、深い能力、能力だけでもないしな、人を解く話でもあるし、人とは、うん、大人になるとは、いろいろ詰め込まれていい作品だと思いますので、よかったら見てみてください、はい、続いていきましょう、レクリエイターズです、アベンジャーズ、アベンジャーズ、レクリエイターズです、レクリエイターズ、レクリエイターズ、面白いね、これも大好きよ、前回また前回話しましたね、ちゃんと、うん、まあね、フィクションの中からキャラクターが飛び出してきて、今回はそのマミカさんを、うん、まあ、なんとか退けまして、はい、魔法少女系、ね、あの足立区を舞台にしたヤンキー漫画、うん、異世界ヤンキー漫画みたいな、なんかよくわかんないな、足立最強くんが出てきて、これコロコロコミックが出てきて、名前がストレートすぎる。なんかメガ転換なんかね、メガ転換なんか、うん、閉鎖された足立区を舞台に能力者同士が戦い合うっていう、うん、そう、終末感とあるメガ転換がある漫画らしいんですけど、うん、のラスボスだと自称しているライバル、なんかメガネサングラスかけた僕と振り回してる、オタク曰くね、オタクの子曰く、あれはあの漫画のラスボスだと、まあ、主人公のライバル的存在さんでしたっけ、まあ、とにかくあの人が助けてくれまして、はい、で、ファミレスで話してるときに、作者に、原作者に会ったんだったら、改編試してみないとダメじゃないっつって、うん、やってみるのもったいない、あの人も言うことはまとえてるからいいよ、ね、なんか悪いやつじゃねえしな、ね、じゃあ改編してみようっつって、うん、姉ちゃんの能力を、姉ちゃんにあの呪文を、火炎呪文、わ、うん、かりやすいから引き出す呪文を覚えさせようって言って、まず神様に文章を打たせて、そう、まあ、作家さんに文章を打たせて、うん、ダメだっつって、恥ずかしい文章言わされたけど、無理でした謎の魔法ね、うん、
で、それもダメで、じゃあもうちょっとちゃんと肉付けしていこうっつって、内容をこうしたら反映するかねえかっつって、はい、イラストレーターさんにイラスト描いてもらうんですよ、うん、写真描いてくるんで、ね、無理だよっつって、イラストをそのもの一文だけでもイラスト描けねえよっつって、うん、前後作ってよっつって、うん、じゃあがっつり前後作るわっつって、うん、なんか町の子供たちがその敵集団に襲われてるところを助けてあげて、なんかバックエン呪文を出すみたいな、うん、そういうストーリーを書いたら、ちゃんとね、概念的なやつをちゃんと出したんです、うん、ですげえ触発されて書いて、うん、新コスチュームと新武器も作っちゃいました。どうやねえ。反映するのかと、これできるかなっつって、パンできない、うん、図工ませんでした、図工。あかんやんね。やっぱあれかなっつって。読者が認めてねえからかなっつって。そこね、結構大変でした。八九時迷いさんだっけ、八九時迷いさんが。八九時迷いさんだったの。あんまねちゃんこうされたこと有名な。ちょい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 その出て、その会話の中でも出てきた。はい、そのストーリーの結構先の方の最新の話したら本人が、え、そうなの？あのネタバレの感じ面白かったね。アニメなんか知らないんだ、原作も。え、知るの？アニメ追っかけてる人なんだって。そう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 。あれは面白かったね。要は、アニメの子だから、もしかしたら小説書き足しても下手すれば意味がない。ねえ、その可能性もありますよね。そうなんだよね。アニメ版だと。アニオリのクソ展開が挟まれたら、確かに、アニオリの。それはあり得るんだよね。確かに確かに。なんかアニオリの設定で渡されたらそれに流されちゃう。だって今期でしょあれ。そう。まだ3話なんで。そう。で、あ、そうそう。だから、あの作中の中でのアニメの進み具合が、うん、だからもし落としたら、単純にあの子たちが来てる間その作品進むのかな。まだ1週間経ってないんじゃない。アニメだったらよくあるじゃん。1週間経ってないですね。どっちかパターンだもん。実際いるけど進むのか、ね、わ、主人公がいなくなっちゃったっていうなんかピクチャーみたいな話みたいな。でも公式サイトとかにはまだいるから。ゲームだったらその新展開とかなかなかないだろうし、うん、まあ漫画もなんか終わってんのかな、ラスボスが出てきて終わって最終章か最終巻みたいな表現してたね。ああ、そっかそっか、まあ、いよいよあの姉ちゃんは今現在進行形で、来週そのアニメが放送されて意外な設定が追加されてるみたいな話になったりするかもしれないですね。かもしれないし ね、もしかしたらアニメ放送されるかされないかっていうのもちょっと気になる ね。そうだね、みんな媒体も違うしね。もしかしたら逆あるかなっていう気もしますよね。こっちの姉ちゃんがコーヒー好きになったからアニメにもコーヒーできちゃったって、原作者が「え、コーヒーなんか書いてないんだけど」っつったら勝手になんかこうアニメを見つけ出しちゃいました。どうやタイムパトロール部が動くような話だよ。どっちが先か、それが先かみたいな。はいはいはい、なるほどね。タイミングがこっち側でもできちゃうかもしれない。かもしれないし、もしかしたら。それは面白そうだね、それもそれでね。そしたら、うかつな行動ができないな、こっちで頑張れば何かが起こせるかもしれないなのか。そうね、記憶がなくなるのかも、まあ、ね、継続できるのかね。それか、オンエアしてる間だけいなくなるとか、うん。まあ、すごい。ネズミの人みたいな。あれ帰ってくるって、オンエア終わると。お、久仕事終わったみたいで、はいはいはい、スケジュール服の姫が気になります。そうですね、あの人はだ、まあね、何なの、まあでも主人公に関係者の魔法を間違いないじゃないか、ね、でも主人公は知らないっぽいから、主人公は昔書いてて忘れたキャラ、昔書いてて忘れたやつがありそうな、もしくは第1話で死んでた女の子の関係者なのか、まあいろいろ考えるとこ多いですね。で、何度出てくるのが作者からの間って興味っていう表現もしてたから、そうそうそう、まあ、人気だとかいろんな表現の仕方ありますけど、だから主人公が出てくるわけじゃないっていう ね、そうね、人気、興味、世間から注目度の高いやつ、うん、そう言われたら、あのライバルキャラが出てくるっていうのもライバルの方が主人公より人気あるっていう、あいつは人気ありそう、ありそう、あれはでも軍服の人もどこかで人気なんでしょ、それこそ、なのかすごく思い入れのある何かなのか、ね、作者なのか、もしかしたらなんですけど、これちょっとフェイトっぽい展開じゃないですか。ということはまだ描かれてない作品だったりなかったり、あー時代も、いやでもそれはちょっとフェイトの未来の作品は、それはなんでこの、まあ、2個あるよ、ちょっと難しいっすね。海外かもしれないし、せめてね、うん、海外ぐらい、なんでこの場にっていうのはしょうがないもんな。現代、まあ、時を超えるっていうキャラだったら分かんないもんね。未来から過去むっちゃ流行ったとか、うん、とか未来に流行るやつももちろんありえるんだし、分かんないですよね。でも現在の話だとは思うんですよね、設定的に多分、ね、まあ、そもそも何出てきたかがまだ分かんないからね、あの人の能力になるかどうかもね。で敵側のあれですよね、うん、なんか敵側の勢力にはマミカさんと、うん、あと馬に乗った人、騎士の人と3人一応いるのかな、はい、なんかあるような雰囲気で終わったね今回、うん、でまだ知っててないキャラが何人か、ロボットの人とか、ね、あとあのなんかダンディーな人、
なんかその足立最強君と会った時は男と一緒に来たぜって話してたから、あれダミーの人か、じゃああれも、じゃああれか、あと女子高今日吉見た子もいたね、うん、ああ今日吉見た子だ、あそんなにいるわ、あの子みたいな、うん、何人かいますね、まだ、ね、まだ楽しみ、楽しみですね、タッチポリが分からないですね、オリジナルだよね、確かこれそう、うん、のはずとオリジナルですね、一応原作シナリオっていうのはあるらしいんですけど、それは非公開で、うん、なんか原作とはだいぶ変わってますみたいなのが、あのその公式サイトでインタビューみたいなのがなんか更新されてるんですよ、ちょい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 、そこでなんか対談してるんですけど、いやまだどうなるかわからない、いやこれは本当注目作品ばかりでございますんで、ぜひ見てみてください、ということで、はい、今週の注目アニメでした。感想、コメント、チャンネル登録、他もろもろ仕事依頼などお待ちしております。それではまた、皆さんまたね、欲しい感想、また一番お願いします。本当またね。おお引くんじゃないよ。すっと終わんなさい。すっと終わんなさい。川さんいる時もまたね。ありがとうございました。バイバイ。